ちょっとですね、今回は。ちょっと。エピック。これです。今回話題なんですね。エピックスピードの、これ見えますか？トリプルダイヤ。見えてます？トリプルダイヤの 9.0。見えてます。これも即日完売のやつです。もう売れちゃう、売り切れです。ネットでどうなのかな、20万とかで売ってるのかな。で、これを、ちょっと、これがみんな、これで飛ばしてるんですよ。で、今回僕のエースとこれを打ち比べるという企画でございます。そして、シンゴ。ピンゴ。ピンゴ。おすすめの、これ。すいませんね、急に出てきても。どうしたの？あ、これよ、これ。ああ、これね。でも 5X って進められた。僕 5X です。47インチでしょ？そうです、そうです。はい。だからちょっと、そこまで俺いけないかもしれないです。はい。45.5。いやいや。何全日オープン1勝目。僕、18番のグリーンに見届けてますから。半泣きしてましたから、僕、先輩が18番上がってくるとき。いやいや、24年前の話。そんな前です。泣いてましたよ、僕、歩いてくる姿に。いやいや。涙して見てましたよ。シングル俺先に優勝したんだもんね。全然先ですよ、全然。はい。そうですよ。で、シンゴおすすめのこの、はい、PT6X、この、はい、はい。いや、これは読めないね。茨城では習ってないからね、この単語は。はい。はいは分かっけど、はい、これ分かんない。ポテトラス？こういう感じ？こういうのは、あれやってないから、授業。習ってないからね。はい。D ぐらいまでだから。そう。これをね、ちょっといきなり、シンゴおすすめのやつ打ってみようかなと。いやいやいや、すいません。いや、先輩喋ってない、行かなきゃ、こう言って顔してたでしょうよ。ありがとうございます。で、じゃちょっと、ね、エースと比べてどう変わるかっていうのをちょっと、やってみたいと思います。何でもネタにします。まずです。もうナイスショット。もう終わります。いい球です。何もいったかな ?46.3。これが知らない。ボールスピード 68.9。おお、トータル294。N モード入ってんのかな？あ、N 入ってない。あ、N 入れると、要はフォローを除くと288。映ってますかね。はい。下かな？下向けとかいこうか。これも入りました。ヘッドスピードいくついてます？46.。よし。ではやってみて。初打ち。これでもちょっとあれかな。あらららら、やっぱ、振り遅れるね。しっかりしてんだよね。しっかりしてんね。しっかりしてると。しっかりしてる。やっぱ 5X やんけダメだね。5でもいけますからね。ねえ。あれ？あ、来た。来た、来た。落ちたやん。ヘッドスピードが落ちた。重っ、ちょっとね、重い。しっかりしすぎなんですよ、多分。重い。じゃあ5がいいか。5がいいんじゃないですか。ちょっとシンゴの歌して。俺の言ったのそう。僕のレクサスって言うんですけど。レクサス。え、いいんですか？映して。全然。まだ、プロトタイプとか、あれじゃない、もう売ってる？市販っすよ。プロギア。はい。10.5 の。意外と飛ぶんでしょ、これ。いや、どう。これ、何インチ？ 47。47ね。わ、やっぱこう、ここで、硬いね、シャフト。硬いっすよ。いや、5でも硬いですよ。6、これ、硬いからね、これ。5だと多分ちょうどいいっていうらしい。うわぁ、ちょっと、左打つなって書いてあるけど。すげえな、これ。しなる？しなる。これ、まあ、5X だね。48.7。48.7。いや、どう？あ、ヘッドスピード？やばい。いや、弾きもいいよ。ボールスピード 71.5 だった、あれで。これ。足は鍋。トータル飛距離何歩ですか？トータル295です。295。点9。
ああこれ。ああもうちょっと。焦って完全に焦ってます。みんなが注目してる。5X ぐらいがいいんじゃないですか、ね、いや、5X がいい。ちょっと6はちょっとハードなんですよ。こんくらいやっぱヘッド軽くないな。ちょっと左行ったけど。いや、でも飛ぶな。280。ちょっと、やっぱり俺、いきなり強弱が難しいんだよ。ああ、そういうこと？でも、5ぐらい？ 5.5 ぐらい。いや、4.75 とか。4.75。ちょっと待って、これは。ああ、もう、ヒール。難しい。長い？やばい。ちょっともう一回。とうとう 5X が使えなかった。ありがとうございます。でも、自分はちょうどいい。あ、硬さが、うん、おい、これいったんじゃない？落ちてこねん。47.4。ちょっと時間取ってます。まあ280。こういう。ちょっとな。もうちょい期待してた。じゃあ僕が行きますか。じゃあ。やったーもん。いや、どうも。やったーもん。いや、どうもが。いや、どうもがやってくれるよ。市販代が。市販代がやってくれるか。ここらでいいのかな？うん。やったことないからね、トラックマンとか。うん。昔の人だ。きゃー、綺麗な球だよ。クラブス、うわ、49.2。297ヤード。フォロー抜いてるから。トータル ?297。うん、トータル。もうちょっといくんじゃない？キャリーは？キャリーは、265.8。もうちょっといくよ。え、ヘッドスピードが出てる。ヘッドスピード、クラブスピード、49.2。50いくなんじゃん。うん。いや、48歳で50いったらまあまあじゃない？まあまあどころじゃないよ。おー、綺麗な球。49.7。298。チャリ？いや、272。バカー、やめた。やっぱりね。ここどこっすか？20個。やめよ、これ。もう、ちょっと行ってくんないと。やっぱね、300はいかねえとな。じゃあ、ふっかんねえんじゃん。うん。ふっちゃあかんねえ。ふって。うおー、来た。あ、これはいいよ。これいった。お、50.2。50いった。50.2。うん。あー、スピンダブル読み。エラー。トラックマンエラー。50.2だよ。初速72.8出てるよ。72.8。まあまあじゃん。ちょっと俺もそういうことやられて対抗したくなんだよ、俺。いや、ちょっとヘッドスピだけ今の特感ね、俺。写真。うん、50超えたなんてあんまないんだから、ちょっといて。50.2 だよ、これ。下の方が。下ダブルだから、上だけ。すごいっすよね。ねえ。いや、めっちゃすごい。48歳には負けられなかった。48歳で50いったら、まあまあ、ちょっと払いが悪くなっちゃう、俺も。ねえ、いやいや、52歳行くのは分かってっけどさ、みんなは。
本当どう？あれ？いったねこれ。スピード上がった気がする。いったこれ。50.7。いやった。いやった思う。マジで？28.281。73.5。ボールスピード。いた。距離は、距離はあれか。距離は一緒だ。いやった。これ、まあまあ、威力ありますね。威力。よし。飛ばしていくかね、これで。よし。じゃあ、俺も。5だな。5、5、5。こういう6。やっぱりちょっと俺も。6。6じゃダメなんですもん、おじさんは。45過ぎたら。そうですよ。行きます。行きます。お騒がせしました。はい、ということで、思わぬ展開になりましたが、以上でございます。ちょっとなんか3ダイヤ LS のちょっと、あれができてなかったんで。リビューができてなかった。これ今、ね、マニキュートルツは試合交渉使おうかな。46.6。だいたいラウンドこんなヘッドスピードですか。飛ばすところになると、どれも浮いてるという、どれも浮いてるから狙ってたな、ちょっとハイドロすぎる。要はちょっとシャフトが長いので、簡単なレビューはできないんですけど、ちょっと食いつきもいいし、これはこれでめちゃくちゃやっぱいいですね。使おうかなっていう感じも芽生えてます。こっちの初速スマッシュファクターが出てたんで、昨日レビューでございます。